おかげっていうのは、おかげさまでの感謝を忘れないっていう意味でのおかげにしました。うん、なるべくそういう気持ちを忘れないように、生きてます。今一番頑張ってるのはダンススクール入ったんでヒップホップダンスを一生懸命頑張ってます。今後のビジョンとしてはオープンしてここは19年経つんで、で7年目の時に江東区に2店舗目を出し、コロナ禍の中で3年前にセルフホワイトニングのお店を出しっていう感じでやってきたんだけど、まあ、2店舗目のお店はね10年経った時点で、まあ、店長に譲り、ちょっとこう自分の荷が下りたというかね、身軽になったものもあるのでセルフホワイトニングを頑張ろうと思ったんだけど、それもちょっとコロナ禍でちょっとこけまして、そこはレンタルサロンとしてね今使ってる状況で、できるだけこうお客様の要望におかげで応えられるように、こうエステも含めフェイシャルとか、なんかゆくゆくはそういう風にある程度トータルビューティー的なところを、せっかくねテナント2つあるので、まあ、そこでちょっとやっていきたいなというふうには思ってます。やっぱり元々一人で独立してやってたん でスタッフさんがいることによって、なんていうのかな、こうお互いを高め合える、うん、スタッフの成長をこう手助けする立場として、レッスンだったり営業中の、まあ、言動だったり動きなんかも含め言いつつ、自分も戒めることもできるし、自分自身もそうしなくちゃいけないなっていうのと、まあ、技術なんかはもう一度見直しもできることもあるし、そういう意味でスタッフさんがいればこう自分も高められる、お互いこう高め合える存在かなっていうのはあります。うちに木島理香さんっていう人がいるんですけど、遅刻がちょっと多いんですよ。だからそこだけちょっと注意してほしいなっていうふうに思ってます。はい、まあ、やっぱり今なんつうのかな、ほら BSA ってこう集客アカデミーというかね、そういうグループに入ってるじゃないですか僕が。でそこでいろんな経営者の人たちのお話だったり、その事例だったり、まあ講習なんかも受けてるんですけど、まあ、やっぱり今のこのお店でできる限りのお客様に、提供できる技術だったりサービスをもっと追求してやっていきたいなっていうのと、やっぱりそれぞれのスタッフがいろんなものを提供できるための、まあ、技術レッスンもそうだし環境も用意しなくちゃいけないなっていうのもあるので、まあ、そういうレンタルサロンの方なんかエステベッドがあるんでね、そういうのも使いながら、長く働けるように環境づくりを一緒に考えながらやっていきたいなと思ってます。それからここから先は番外編なんですけど、マキさんナンバーアイ好きですよね。うん、ナンバーアイ好きですね。ナンバーアイというかキンプリが好きなので、その発生としてナンバーアイも好きです。まあ、キンプリも正直今も好きだし、うん、他に何か好きなこととか推してることとかありますか？推してる、まだダンスですかね。ダンスを、とりあえずダンスを始めたきっかけはね、シンデレラガール の振りをねちょっと動画で撮りたいなっていうのがあるので、でなぜかヒップホップを教わってるんですけど、まあ、やっぱりそれをちょっとずつだけどね、できるようになりたいなと、リズムをよく踊れるようになれたらいいなっていうのはありますけど、まあ、お店とは関係ないけどね。ナキさんの性格というかすごい人格者ですよね。みんな優しいってお客様も言ってますね。そんなことはないですけどね、うん、そんなことはないよ。みんな優しいわけではない。
ありがとうございます。終わりですか？終わりです。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい。